を取っています。 NAOTO ローマ字で5文字ナオトです。2009年ヨーヨーの世界チャンピオンになりました。そして実家の広島から東京に上京して、現在関東中心に、こういった大道芸とかステージショーヨーヨー1本で生活をします。で今日こうやって高崎で大道芸やらせてもらってるんですけど、さっきも手を挙げてもらって分かったんですけど、高崎って本当大道芸の文化がほとんどないんですよ。で僕大道芸って大好きで、今もこうやってヨーヨーってやってるんですけど、いろんな道具やってる方がいて、いろんなパフォーマーさんがいて、でこの文化をどんどん広めたいという話をずっと、してて、それで今回呼ばれて、じゃあぜひやらせていただきます。僕も群馬に住んでたんで、もっともっとそういう文化で広めていきたいなということで、こうやってやらせていただいてます。